中身言えないですけど昨日ダンジョンの収録やったんですよそそっっっかか<う>、ね、収録で収録終わった後に、まあ、中身はほんまにネタバレなのか言われへんから終わった後普通にこう飲みに行くことになってなんか<ー>あのダンジョン終わりに、まあ、これから3代目とか、はい、あのラスボスが俺2代目になったりとかでちょっと話し合いとか反省会を毎回しようかみたいなことになってだからジブラさんと俺で、うん、あと何人か。えー 行ける人連れて、まあ、毎回ダンジョン後に飲み会しましょうみたいになってて<ー>でじゃあそれの1回目で昨日行ってきたんですよ言うてもジブさんとまあ飲む、うん、まあダンジョンの打ち上げとかこれまであったけどなんかもうちょいプライベートな感じで飲むみたいなそ,そっか大人数はあったけどそこまでそうがっつりジブさんと飲む機会みたいなのはそう,そうなんですよ <で>ジブさんと飲みに行ってっっでなんかもう一発目 <laughs> なんかもうどうすんのやろみたいなでジブさんの事務所に一回荷物置きに行ってそれも事務所の場所がもう西麻布なんですけど<え>わすごいですよね。<え>で西麻布で荷物置きに行ってジブさんのいつもの、うん、なんていうの,その,セレブの あの日常感のちょっとセレブのラフな格好みたいな感じでジブさん部屋から出てきていやジブさんそうなんんだねかっこいいんだよねその時ジブさんといいん、えー、エローンさんと、うん、俺とであと2人いたんですけど5人で、まあ、お寿司屋さん行って、うん、でこうジブさんの,その事務所のすぐ横の寿司屋さん、うん ジブさんからしたら近所のラーメンでもぐらいのノリやねんけど明らかに高い寿司みあもうそれをジャージで入っていくジブさん本物のせりふ根っからせりのかだしい。ら入っていってうわみたいなでこう頼むんですけど最初は全然おつまみとかなね前菜とか寿司屋なのにやっぱ大人の頼み方でやっぱ一発目から握り全然いけへん。一発目から あもう全然全然そんなアホか一発目はんかいぶりがっこでチーズ挟んであるやつそうなんだか海苔の天ぷらとか海苔の天ぷらもうどんどんすごい料理出てきて生ガキとかうまいめっちゃうまいんやけどめっちゃうまいけど握りちょっと食いたいなでも俺やっぱ視野で一回やっぱ先輩と寿司屋行って失敗してるから その三相田さんと寿司屋行った時に「る何食う?」って言われて俺アジフライ頼むっていう最低なことしてるからジブさんの前ででそれはない俺もう学んだからもう「どう?」って言われても「いやお任せします」とだけ言ってもうみんなで,もでも注文も一番最後もうもうジブさんがバーってもうみんな聞いて僕も同じのでっていう戦法で言ってである程度食ってジブさんが一番いいタイミングで「そろそろ握りいく?」みたいに言って「よっしゃ!」ってなってんけどジブさんがこう。 っババババって頼んんだ数が少なかったんやんかたや、うん、俺ほんま握りもっといきたいんやけど、うん、と思ったらそこに一緒にいたエロンさん、うんうん、インフミヤ組合の大阪のエロンさんという先輩ラッパーね、うん、もうでかいじゃないですかエロンさん,ンさんめっちゃ食うんすよ。 そこで食いしん坊エローンさんがどんどん追加すんですよ「じゃあ金目も行っていいですか?」とか「ハマチも行っていいですか?」「肉寿司も行っていいですか?」全部俺乗っかる一人先輩いてくれたら基本的にある今のところ同意しかしてない同意しかしてないけどやっぱ食いたいからでも「エローさんあざす」みたいな「エローさんあざす」やっぱ食いしん坊エローンさんにいてくれたから全部乗っかりで食ってうまいっすねっつって結構男女の話とかしながら盛り上がってでじゃあ 2軒目行きますかっつってすぐ近くにあったバーバーに入ったんよ。でバーのテーブル席みたいなところで全員で座ってでもうやっぱんていうかな全員俺より年上で全員やっぱイケイケの人らやから俺としては結構男磨きのバーみたいなイメージやったから頑張って結構飲んだんですよ。でやっぱバー入った瞬間やっぱジブさんテキーラ人数分っつってテキーラを出てきて。 でクイッと飲んでもううわみたいななりながらでやっぱこう酔っ払ってるからその会話の流れでねんかこうたまたま名古屋の話になって誰かがひつまぶしっていうワードが出たんですよほんならんかエロンさんが酔っ払った状態でひつまぶしな俺もやっぱ3日ぶり3日ぶりにひつまぶし食いたいなってって陰踏んだんですよ分かりますか いやだったら俺は5日ぶりの方が綺麗だと思うねこう<お>やっぱジブさん陰に厳しいから陰の訂正<ー>ジブさんがは陰フミヤ組合のエロンさんにそんで,でもやっぱイ陰フミヤ組合のエロンさん負けてないうん、うん、その陰に厳しいとこジブラ節ですねおい<ー>、えー

でもまあやっぱもう頑張って飲んで <laughs> そっから怒もう怒涛のいろんな言葉で踏むわけですよ、うん、その、えー、例えばその敵イラサンライズってなったら、うん、ジブさんが「なんかこの間まあ格闘技見たけどまだまだ蹴りが足んないっす」って感じやったな見たみたいな感じ、えー、はい、はい、でなんかあのエロンさんもね「ね俺の家はまあ駅からだいぶ離れてるからね」とかいうやっぱ踏んでくるん<ー>で,で俺もやっぱこうかまそう。で俺もなんかこう、うん、あの 今日のののバトル誰さんみたいな感じでやっぱンででジブさんが「ごめんねこんなおじさんの遊び付きあしちゃって」とか俺に言ってくれるんですけど「いやいやジブさんこれ多分イン好きなラッパー全員やってます」で「梅田」で俺も大阪のラッパーと会話の中にイン踏みながらやるっていうのずっとやってましたみたいなでジブさんが「俺はもうね2030年ぐらいずっとこんな遊びやってんのよやっぱラッパー全員やるんやなと思ってでそのんかお題がねお題がどんどんテキーラいいの出てテキーラ来る ごとにお題変わっていくんですよ。なんか、で、毎回はっぱテキーラ、テキーラ絶対ない。なんでなのインが出たらテキーラ。おい。で、なんかそのあの次のお題がね、なんかマダガスカルになったんですよ。でもやっぱインのもう使い手である俺ジブさんエロンさんはもう全員目合わして、いやいや分かってるよ。一発目もう今まで。 あのゴージャスさんのネタの「まだ助かる」は出たけどそれはみんな言わへんよなみたいな目でこうん。まあ地球儀のはあるけどでもそんなねベタな陰用踏んじゃったらみんなが俺らのことからかうはずですよってこうエロンさんが「からかうはずまだわ いやささ意味通してくるからね。循環<う>ありきで,で。ほんでやっぱジブ、ね、ジブさんもジブさんもでもこんなね印、うん、の使い手たちがこういうところで乱発してたら持ってる宝腐るよなと宝の持ち腐れ<ー>。これ俺ちょっと。はいはいはい ははいいじゃあ俺も負けてられ俺はだから覚えてます宇垣美里さんが来た時に「宇垣美里でちょっと軽く歌にしたろうと思うんですよ」忍ばしたインを忍ばしにねそれ忍ばしに使おうと思って俺もんか「宝腐るでしょ」ってバって言われておって盛り上がって「やっぱ因果考えると頭使うっすね」だからじゃあこうボソッと言ったんなら普通の会話と思ってジブさんも「ああだよな使うよなああある

やめてあげよういいラマやめてくださいやめてあげようあのベルベルになって帰りましたからほ <laughs> んまね倒, <laughs> 倒れそでも陰は踏みたいもんね陰は踏みたいもんね